平野が作った水無し沼と菅井雅美の日平野は江戸時代の出羽国藤琴村の人物。大男で大力の持ち主であったといい、同地では彼に関する民話や伝説が多く語り継がれている。水無し沼をたった一人で作った伝説、滝木山のすべての木を恐ろしい山人や獣たちと一緒に一世にして切り上げた話。 化けたぬきを退治した話などの超人的な力を持つ人物として伝えられている。また、民話で他の人物の引き立て役として扱われることもある。彼が作った沼が残されていることや、彼の妻に菅井真美が実際に愛取材していることなどから、実在の人物であったと考えられる。力が強く10人分の働きをするので、鬼兵のとも呼ばれていた。単に、 平野とも表記される。平守野の子孫は、伊川姓を名乗ったので、伊川平野とも書くことがある。聖火は女作隊の伊川家と言われ、木彫りを職業としていた。本名は、平之助あるいは、平野城ではないかとされ、それを略して、平野と呼ばれたのではないかとも言われる。菅江雅美は、最初の田良鉱山への訪問から戻る際に、平守野の妻に出会って、 会話をしている。平守野の子孫は明治時代に八森城に引っ越したと言われている。明治25年頃に平守野の屋敷は解体され、その天井板は寺屋敷集落の家に保存された。平営野が事故死した一通滝、菅江雅美は1802年最初の田良鉱山への旅から戻る際に水無し沼のほとりに着いた。この時、 水無し集落には5.6軒の家があり、沼が作られてから50年近くであると記録している。沼には口残っている木の根がまだ多数あり、まるで餌をあさるカモの群れのようだとしている。沼の周囲に桜の花やカツラの芽、拳の花、ツジの花が咲く中、マスミは池のほとりにある家で宴会に参加した。皆が酔っている中、平守野のの妻が現れた。 平守のの妻はその時90歳であるといい、津軽藩の味ヶ沢町の出身で、20歳になる前に、この地に連れて来られたということをマスミに話し、マスミに酒をすすめた。縁が進みみみなが笑顔になっている様子は、少し控えてその影見れば黄金花やら、豊かに咲くと周囲の花が咲いていることと、みんなの顔が酒であからんでいることをかけて歌われている。また、マスミは、 桃と瀬の年も近きろうの実の花に楽しく巡るさ、かずきと平野の妻のことや、周囲の花のこと、宴会のことをかけて歌っている。この歌は石碑に掘られて現在、水無し沼のほとりに置かれている。ありがとうございます。